沙織です。乾杯。イエイ。ドラクエイレムエスやってきます。画面がめっちゃにぎやかなことになってるんですけど、ちょっとねシルビアの見た目相が変わってましてね、このトレビアン、トレビアンスタイルっていうやつになってるんですけど、これサブクエストがねクリアできましてですね、このマリーヌ先生の生活指導ってやつ、これなんかブッチュブッチュみたいなあのモンスターいたじゃないですか、あの学校の入り口のところにね、この人に魅力を高めた状態で会えばクエストがクリアできたんですよ。撮ってる映像があるんですけど、ルービーにパレードの服を着せたら結構魅力が上がって、その他なんかあのプラチナソードとか魅力がめっちゃ上がるやつばっかり装備させたら、まあ、350近い魅力になって、でこの状態でマリーヌ先生に喋りかけたらお眼鏡に叶いました。で最後にはちょっとブチューとキスをされそうになりましたが、幸いなことにマリーヌ先生は年上が好きということで、なんとかキスはね免れたんですけれども、はい、これでトレビアン衣装、もう一回見ましょう。トレビアン衣装です。めっちゃ派手。パレードの衣装もよっぽど派手でしたけれども、これはザ・ピエロみたいな、まあでもかっこいいですよね、シルビアさんやからこそ着こなせる感じ。ね、凛々しい顔してますね。そんな感じで、はい、そういう衣装を着てみました。でもまあ体はどうなのかな、パレードの服の方が魅力が上がるんで、まあ守備力はねだいぶね、うん、トレビアンの方が上やけど、ちょっと魅力上げとこうかな、これでいきましょうか。でトレビアンスタイルで、はい、いきましょう。ほいでマルティナはバニーガールに戻しました。久しぶりに光のドレス前回手に入れたやつね装備しましたし、で神くん前回大海賊シリーズ、はい、ゲットしまして、ちょこのね流れで来たらねなんかサーカス団っぽくなっちゃって、ルービーもなんとなくパレードスタイルにしてみた。どっからどう見てもパレードの一味ですよこれ、ちょっと賑やかすぎるでしょこのメンバーって感じなんですけれども、はい、他にもねフェンリルの牙を作ったりとか、まああのめっちゃ不思議な火事で打ち直しまくってプラスをつけたりとか、なかなか難しかったんでねプラスつきにくかったんですけど頑張りました。はい、装備はまあまあ整っているかなと思われます。ほい、それではこの賑やかなメンバーでやっていこうと思うんですけど、あとねもう一個クエスト見つけまして、この亡き弟に捧ぐっていうクエストを受けたんですね。あのシケスビア雪原の中にある宿屋の、はい、とこに住んでる兵士さんがですね、キュアマシーンのめっちゃ強いタイプのやつに、弟と一緒に挑んだけど、弟がねそれで亡くなっちゃって本人も大怪我を負いましてみたいなね、ちょっと切ないクエスト受けまして、まあなんとしてでも仇のタイプ G ってやつを倒してくれって言われましたんで、キラーマシーンの足やと思うんで、ちょっと後ろにキラーマシーンいるんで、ちょっとねそいつも探しながらね見つかったらね倒していきたいと思いますね。タイプ G、 なんかキラー G を思い出しましたね、ビルダーズ2の。はい、まあ全然違うのかもしれないですけれどもね。はい、いやまあなかなか出ないって言ってたんで、まあキラーマシン見かけたら倒していくような感じでいきましょうかね。はい、じゃあちょっと賑やかなメンバーでやっていこうと思います。よいしょ、あもれショット似合うなこの格好な。あら、もう終わり？もうどう見ても旅芸人ご一行決まってんなみんな。はい、さあじゃあキラーマシーンを見かけたらやるってことでね。タイプ G 出ませんね、やっぱなかなか出ないですねきっとね。よし、まあじゃあ馬で行きましょう。目的地はラムダですからね。この辺結構キラーマシーンいましたね。はい、じゃあちょっとタイプ G に出会えるかもしれないんでやっていきましょう。なかなか出ないよね。頑張るわ。やるじゃないか。いや、このおちゃらけたメンバーですけど見た目はめっちゃ強いです。いい感じにやっていけそうですね。はい、じゃあこいつもやってこう。
出ないですね。キラーマシンたちになってますね。最高ね。ギガブレイク強。あら、めっちゃ強。もう終わり？やったぜ。やったー。レベル上がりました。かっこいい。よし、じゃあキラーマシン、ここいらのキラーマシンはやっつけましたね。いやー、やっぱなかなか現れないかな。しょうがないね。また見かけたら、はい、やっつけていきましょう。さて、こっちですね。お、ムービーシーンに変わりました。こっから何やらまがまがしい気配がする。マジ？周囲に注意しろ。嘘。え、なんか戦闘になる感じ。え、なんか来た。下がれ。え、あ、竜がいますね。おお、でっか。おお、来た。え、めっちゃでかない？めっちゃすばしっこし、ほんで。え、なん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 。はあ、こっち見た。氷国の湖の氷が砕かれ、我は長き封印から解き放たれた。なんか言ってた言ってた。あっこに封印してるって言ってたし、そう、氷漬けになってたね、こいつ。確か、最初にここ来た時、さっきの湖のところ。そっか、封印から解かれたと。だが長い間封印されたせいで、思うように力が出ぬ。え、十分なんかむっちゃ。伸び伸びとね、動き回ってましたけど、今。力出せてたように見えましたけどね。我が名はネドラ。ネドラ。え、貴様らの命を、我が糧としてあろう。あ、急に襲ってくる流れですか、これ。ちょっとこっちおちゃらけた感じで遊んでたんですけど、さっきまで。カッコもおちゃらけてるし。ちょっと待って、急に襲ってきたマリュー・ネドラやって。このメンバー、ちょっとルービー MP めっちゃ減ってる。もう急に戦いだけはやめてほしい、マジで。どうしよっかな。ああ、怖いな。全員命令させろでいくか。そんで、分身しとこう。僕の手を見せてやるぜ。よいしょ、HP はルービーだけ若干減っているね。シルビアは、まあまあまあ、バイキルトやな、これは。はい、ルービーにバイキルトかける。よいしょ。で、ルービーは強くなったと。で、マルティナはもうデビルモード、いつもと一緒ですね。デビルモードからの体が熱い。おい、ほんで、ルービーはまあ、ギガブレイクなのかな。ドラゴン切りでもいいかもしらんな。次、ドラゴン切りしてみましょう。どっちが強いやろ ?401。あ、やばい。死なかったってなった。やば、めっちゃ強いやん。どうしよう、怖っ。で、分身しました。そうしてバイパーファングで毒にしましょう。なるか、毒ならへんか、ならへんかったか。ほんじゃ、シルビアこっから、シルビアじゃない、これは今はマルティナ、マルティナはセキュシービームを打っていく。よいしょ、ドン。オッケー。で、シルビアはこっからはハッスルダンスかな、主にね。今助けるわ。よいしょ、ルービー回復してくれ。よし、だいぶ回復するな。魅力高いからな。そんでルービーはどんどん攻撃していこう。ドラゴン切りもやってみましょうか。あ、ドラゴン切りで十分強いですね。ドラゴン切りでいきましょう。 MP もあんまりないですし、おたきびや、よしよしよし、ミス。分身消えた。神どうしようかな。バイパーファングでちょっと毒になんなかったですね。盗むしてみます。まあ持ってないんでしょうけどね。あら、やった。あ、持ってない、見えへんかってんけど。持ってないって言ってた今。もういいや。ちょっと見えへんかった。今シルビアやな。シルビアか。じゃあバイキルトを仮面にはかけますか。よいしょ、バイキルト。 OK。 で、マルティナさん、はい、セクシービーム打ってく。ヒトン。よしよし、いいよ。で、ドラゴン切りで十分です。はい、無駄だ。 OK。 あの世で強め。うわめっちゃ食らうな、ドルモーは。結構食らう。気をつけていこう。神くんに回ってきたね。どうしようかな。スリープダガーは効かんかな。効かんよな。寝たらいいけどな。ねえ、変な。あ、でもだいぶ強くなりましたね、バイキルトによって。ほんで、ハッスルダンス踊ってこう。ハッスル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 。
よし、マルティナ。セクシービームでいいのかな？セクシービーム！ちょっとセクシービーム飽きてきたな。他も覚えたいな。はい、じゃあ、ドラゴングリーン。よいしょ。まあまあ、いけそうじゃん。あー、ゾーンに入ったね。怖いね。きつく息。あ、やばい！やばい！マルティナじゃない。シルビアが今、しびれてしまった。これまずいな。待ってな。これ、ええの持ってんで、多分。超万能薬で。はい、麻痺を治しましょう。それ。よいしょ。はい、やっぱカメくんはいっぱい道具持ってた方がいいな。何かと、うん、なんか素早さが高いので何かとね、便利便利って感じですね。どうしようかな。シルビア回ってくるかな。回復しといた方がいいか。しとくか、しとこう。はい、カメを回復します。助かったぜ。よし、オッケー。で、シルビア回ってきたな。まあ、いっか。ハッスルダンスする。いや違う、アモーレショットしてみようか。ほとばしるアモーレこの格好でのアモーレショットなかなかいいっすね。はい、マルティナはこれムーンサルト宙に浮いてるんじゃない、あいつ。ネドラね、宙に浮いてそうやからムーンサルトも結構食らうのかもしれない。あ、食らうね。ムーンサルトでいいかも。これはお、跳ね返した。光のドレス着てるから今跳ね返しましたね。よしよし、いいよ、いいながら着てるよこれ。まあ、バイパーファングでいく。覚悟して。よいしょ。うん、攻撃力上がってます。あ、猛毒に侵された。やったー、ラッキー。今シルビアですね。シルビア今んとこまだ回復ええかな。モーレショット、はい、ドン。お、しびれた。なんかしびれましたね今。麻痺になったな。すごいすごい、そんな効果もあったんです。そっかそっか。じゃあドラゴンギレアモーレショットは麻痺にさせる効果もあるみたい。めっちゃ強いですやん。あ、デビルモードが解けちゃったけども、かわいそうになってきたね。ドラドックやし麻痺やしええ感じやな。ムーンザルト、はい、ドン。いいね。お、モードくんに侵されている。しびれて動けない。いいねいいね。ほんで、はい、ここでタナトス半島行ってみたいと思います。毒や麻痺の敵にめっちゃ強い。585やって、すごい。あ、戻ったな。元に戻ってきたな。ただしもうすぐ死ぬんじゃないでしょうか。はい、ドン。やったー、楽勝。やったね。なんか最近苦戦しっぱなしやったけど久しぶりにね、楽勝で倒せましたね。いい感じね。よしよしよし、まあメンバーにも慣れてきたのかもしれない、そろそろね。絶好調。はい、みんなレベルが上がってく。イエイ。この強さ、はるか昔に相まみえた勇者浪士を思い出すわ。浪士？ロースと戦ったことあんの？だいぶ昔じゃない？だいぶ前に封印されたんちゃう、こいつ。だが、うん、所詮は人間。まだ元気なん？まだ元気。なに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 、なんかよからぬ攻撃を受けましたよ今。大丈夫みんな？なんだ体が動かねえ。何この赤い煙みたいなやつ。みんな倒れちゃった。あ、ルービーだけかろうじて。あ、そんなことはないか。己の無力さをあの世で悔やむがよい。貴様らの命食らい尽くしてくれよ。楽勝で倒してからの絶体絶命のピンチに陥った。なんだなんだなんだ、これはどういうこと。セーニャちゃんのなんか建物みたいなやつ。体力が抜けていく。なんだこの耳障りな音は。セーニャちゃんの建物かもしれない。これは違うと。この人、違うかな。あ、やっぱり忌まわしき魔物よ、風の裁きを受けなさい。セーニャちゃんや、久しぶりの声。すごい、なんか聖なる力的なのが苦しめているこいつを。すごい倒した。セーニャちゃん、今お助けいたします。はあ
癒してくれてる。回復。お前、もしかして。私は勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。世界が滅びようとも命に変えてあなたをお守りいたします。セイヤちゃん、よくぞご無事でいてくださいました。こっちのセリフよ、ほんま。セイヤ、あなたが助けてくれたのね、ありがとう。今までどこでどうしていたの？ほんまやね、全然情報が入ってこなかったもんね、こっちにね。私、あれからずっと一人で魔王による災いで苦しむ人々を助けながら聖地ラムダを目指していたんです。あ、セーニャちゃんもラムダ目指してたんや。黄金の氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。よかった。聖地ラムダ、そこに行けば魔王を倒す手がかり、神の乗り物について何かわかるに違いない。私たちも目指してるんです。そんなものが、そういうことでしたら聖地ラムダの長老様がご存知かもしれませんわ、ね、ラムダもね、あの里自体が無事やったらいいですよね。長老様もどうだろうね。皆様、改めて嬉しい、よろしくお願いいたします。めっちゃ嬉しい。おかえりセイニャちゃん。あー、セイニャが再び仲間に加わった。あー、嬉しいな。聖地ラムダはこの参道の先ですわ。さあ行きましょう。はい、行きましょう行きましょう。あー、びっくりした。あー、セイニャちゃんが仲間に加わったよ。またいる、嬉しい。ルーフィ様、ご無事で何よりです。あなたの手がかりを求めてずいぶんあちこち探してしまいましたわ。ラムダに行けば何かわかるかと思いましたが、黄金の氷山を越えることもできずずっと困っていたんです。ラムダはゼーランダ山の先ですわ。ベロニカお姉様もいるかもしれませんから。ベロニカもいるかな。早く行ってみましょう。癒されるわ。ここにいるだけでさ、もうなんかもう癒しのオーラを放ってますよね。あ、嬉しいな。なあルービー、セーニャのやつしばらく見ないうちになんだか雰囲気が変わったんじゃないか。そうですか。以前はぼんやりしてて危なかしかったが、一人で世界中を歩いているうちにあいつなりに成長したのかもしれないな。上からやな、なんか。まあ確かにね、ほわんってしてたセーニャちゃんが、まあどっかしら結構芯を持ってシャキンとしてるような、なんとなくそういうのを感じ取ったのかな、カミ君はね。うん、ベロニカとセーニャか。確かに俺がルービーを追っている時にその二人の名を報告で受けたことがある。あ、そっかそっか、グレイグ一緒に行動するの初めてですもんね。確か人間に化けた魔物の姉妹が勇者の仲間となりあちこちで悪さを働いているとか。もうめちゃめちゃ悪評流れてるやん。かつて俺が仕えていたデルカダール王国は何の罪もない裏若き女性を魔物とみなすほど正気を失っていたのだな。まあウルノーガがね広めたんかもしれませんね、これはね、はあ、まあね、こんな美しいね女性を目の前に魔物なんてもう思わないでしょう、グレイグはね、はい、さてネドラのせいで動けなくなった時はまた妙不意気かと思ったわよ、お前な。セイニャはわしらの命の恩人じゃな。お前やな、ありがとうセイニャちゃん。マリオネドラは神話の時代の勇者ローシュ様によって長い間封じられていたよね。ローシュ様たちが倒せなかった相手を私たちは倒してしまった。なんだか気になる相手だったわね。そうですよね、一回倒したけどなんかそっから盛り返してきてね、なんなら動けなくして、ね、そんな時にセーニャが来てくれなかった、ほんまに死んでましたからね。何やったのかな。はあ、びっくりしたわ、セーニャちゃんってば。一体いつの間にあんなすごい呪文を覚えたのかしら。ほんまやな、あれ何やったんやろうな、盾ごとのね呪文。命の大樹が落ちた後、私たちが夜助けパレードをしていたようにセーニャちゃんも頑張っていたのね。うん、なんかね、世界を旅しながら人々を助けてたって言ってたからね、シルビアとやってることは結構一緒やったんかもしらんな。そっか、あー、おかえり。ごめんな、こんな変な格好で迎え入れてしまってセーニャちゃんよ。よう、セイニャちゃん、こんなん勇者ご一行って分かってくれたもんやわ。おちゃらけた格好で迎え入れてしまった。はい、セイニャちゃん。
あ久しぶりセイニャちゃん。はい、じゃあちょっと装備整えるか。さてスキルパネルどうしよう。まだなんかセイニャちゃんも覚醒して増えたりとかはしてないみたいですね。じゃあまあ順当に進めていきましょうかね。スティックスキルとかから、はい、キラキラポン、これはなんかねコメントでぜひにゲットするべきっていうのも聞きましたし、はい、これやってこう。キラキラポン、はい、悪い効果からね仲間を守ると、これはあれやな、ステータス以上にならなくなるっていう感じかな。うん、いいですね。はい、解放しましょう。何でしょうこれは。あ、これを二刀の心得。ああそう、セイニャちゃんも二刀流できるんですか。スティックを2個持つと、あ、そっか、魔力バーって上がるんかな。ちょっとこれ取りましょうか。はい、なるほどね、二刀流、スティック二刀流。あ、でもあれか、盾を持てなくなるか、あんまり良くないのかな、これは。どうなんでしょうね。セイニャちゃんが死ににくくなりそうな聖女の守り、うん、即死を免れる。どうなんやろうな、どれ取っとく、無難にこの辺にしとくか。うん、でさっき魔法の盾を作ったんですね。これなんか攻撃魔力も回復魔力も上がるんですよ。ただ今二刀流になったのでどうなんやろう。例えばドラゴンスティック、あーまあ確かにね、うんうんうん、上がるよね回復魔力。これ持つってことなんかお料理みたい、見た目なんかなんやろうな、お料理かお掃除か、なんかなんか火事が始まりそうな感じするな、なんとなくやけど、なんかこれ見た目あんまりやな。魔法の盾かな。うん、守備力もだいぶ違うもんね。こっちにしましょう。はい、でクイーンローブを作りまして、はい、でパピオンマスク装備すると、はい、これでなかなかに、はい、魔力も上がったし、いい装備になったんじゃないかなと思います。はい、これで行きましょう。久しぶりにルービー、カミュー、マルティナ、セーニャというこの4人で、はい、行きたいと思います。わー懐かしいなこのメンバー。さてじゃあこっち行くとゼーランダ山かな。さて向かっていきたいと思います。こんな溶岩とかありましたっけかね。やっぱりこの辺も良くない感じになってる気すんな。なんか久しぶりに戦いたいからこいつでもやっていこうかな。セイニャちゃんの戦闘シーンみたいですよね。はい、強そうなんでましたが、はい、セイニャちゃんいるね、嬉しいね。一気に行くぞ。カミオも、はい、ゾーンに入りました。連携、あ、お宝ハンターやりたいねこれな。後でやるか、後でやるかって言ってる間に死んでしまいそうやけど、まあいっか、ちょっととりあえずバイパーファングしようかな。よいしょ、ネギラゴンか。なかなかやっぱこの辺の敵強いかもしれないね。はい、マルティナがピンク台風っていうのを覚えました。やってみよう。おー、これいいな、全体攻撃。マルティナ全体攻撃なかったんですけど、やっと覚えました、嬉しい。ドラゴン斬りがキングリザート効きそうな感じすんな。そうだ、あ、効くね、いいね。あ、ゼイニャちゃんが戦っているあ、おたけびや、やばい、うわやばい、こいつでどうだ。よいしょ、よし、みんなが腰を抜かしている。うわ、なんだそれ、なんだそれ、打撃攻撃を受け付けなくなったって今書いてたような気がするんですが、そんな感じですね。まずいな、打撃が食らわんってことは、あ、ジバリーナっていうのなんか、なんか覚えましたね、そういえば。グループね、あ、そっかそ、ジバリカでいいか。足元に気をつけろ。痛かった、痛かったって言ってるセイニャちゃんが。はい、立ち上がりましたか。じゃあ連携しましょう。はい、お宝ハンター。しましょう、しましょう。絵の持ってそうやん、あいつ。はい。あ、この格好での連携技。かっこいいしかわいいなんか盗み取ったって書いてあったけどちゃんと読んでなかったな。はい、そう、物理効かんくなったよな。セクシービームは効くかな。セクシービーム、どうやろう。あ、効いてくれた、よかった。おし、
ジバリカが地味に効いてやっつけられました。あ、セイニャちゃんが全然活躍しなかったな。まあまあまあ、活躍してくれるでしょう、この後。はい、父さんレベル上がりました。マヒャド覚えた。いいね。こっから、山登ってくんでしたっけ？そうですね。山越えたらラムダですよね。行きましょう。こっち。うわ、女、リザードマン強かったな。素材も拾いたいな。あ、攻めてくる。悟りそう。攻めてきた。やっつけてこう。はい、作戦変えましょう。全員バッチリ頑張れていくか。見てよと。やっぱピンクタイム使ってく。うん、強い。ギガスラッシュ。ダン。セイニャちゃんの出番がない。一安心ですね。ああ、久しぶりにセイニャちゃんの優しい声が聞けて嬉しいですね、これね。あー、やっぱり仲間が戻ってくるって最高ですね。あ、この先は進めないと、降りてくださいと。はい、降りましょう。さて、山登ってくぞ。そうでした、そうでした。この卵のやつを倒してと。はい、登ってくんでしたね、ぴょんぴょんね。はい、この辺の敵もまあ目が赤くなってるからちょっと強くなってるのかな。これ便利やな、ピンク台風覚えてよかった。はい、ギガスラッシュが効きそうや。効いた。こんなものかしら。あ、ルービーもレベルが上がったよ。うーん、どうしようかな。この勇者エリアは広げていきたいんですよね。ゾーン必中。ここを開けるとここが開くぞ。これ気になるか、開けてみようかな。はい、さあ、何が覚えられるようになったんだ。これはなんだ。力25、これええな。めっちゃ強くなりそうやな、これ。あ、ゾーン突入率も上げたいしな。迷うな、スキルパネル。よし、ほいでは、こいつに乗って、はい、ぴょんぴょん行きましょうか。敵多いな。よし、あー、後ろから攻めてきた。なんかやっぱこのメンバー落ち着く。こう見てる感じが落ち着く。ちょっと使ってたからかな。さて、登ってきましょう。ジャンプ。ここは高いぞ。どうやって行くんやったっけ。低いとこからピョンって行くんでしたね。確か、ここかな。ほ、高いね。どこや。全然前に進めない。お、バギクロス、すごい。おけがはありませんか。そっか、バギママでしか覚えてなかったと思うんですけど、バギクロスっていうの覚えてるみたいですね。はい、セイニャちゃんもレベルが上がってるんですね。43やもんな。ちょっと確認しとこう、何覚えてるか。あ、ベホマラーとかも覚えてる。覚えてたかもしれないけど、スクルトとかもね、うん、一通りの覚えてません。バキクロスって覚えてましたっけかね。うんうんうん、まあまあ覚えてないんですけど私が。まあまあ強くなりましたと、セイニャちゃんも。さあ、どうやっていくんやったっけ。よいしょ、ここですね。はいはい、よいしょ、ほい、登ってこう。慣れへんわ、不自由不自由。こっちやんな。ここからまた上に行く。あー、動かない石像。動く石像、大魔神か。あー、やってこう、やってこう。はい、ドンと行ってください、皆さん。はい、強いね、うん、みんな。あー、神谷くん、そんな強くなかったね。よし、おけがはありませんか。オッケー。よし、じゃあここ登ったらもうラムダじゃなかったっけかな。よいしょ。大魔神いっぱい女、避けていきたいけど。避けようと思ったら落ちてしまうから気をつけないといけないし。はい、また戦っていこう。はい。大魔神。もうめんどくさいで。あ、危ない危ない、落ちそうになった今。な、落ちるよりは戦った方がいいよね。倒した。あ、回復しなきゃ。よし。こっち行ったらもうラムダでしたっけ。ラムダです。あー、建物が立派やからか。まあ形は残ってますね、ちゃんとね。でも結構。なんてひどい。あんなに美しい場所だったのに。燃えてますもんね。ベロニカ、セイニャ、私の天使たちよ。今頃。
一体どこに、ってことはベロニカはここにいないってことですね。セーニャはここに帰ってきましたけど、お二人とも気を落とさんでくだされ。ベロニカとセーニャは双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。あ、気づいてくれた。戻ってきた。セーニャよ、もしかしてセーニャなの？お母さんとお父さんですね。お父様、お母様、よかった、ご無事だったんですね。セーニャ、おお、私の天使よ、よく顔を見せておくれ。よかったね。セーニャ、ベロニカは、ね、ベロニカはどうした？一緒ではなかったのか？ベロニカはどこにいるんでしょうか？え、そんな、てっきりお姉様は先にこちらに戻っているのだとばかり。いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずですわ。北の方から懐かしい気配を感じます。さすが。セーニャちゃんはね、聖なる力的なのがそうさせるのか。なんか第六感的な、なんかね、占い師的な要素もありますもんね。なんか感じ取るものが、まあ双子やからっていうのもあるのかな。双子の勘ってやつか。そうなのかも。この感じ、お姉様のものです。行ってみましょう。はい、北にベロニカがいるって今セーニャちゃんが言ってましたね。あら、私がお姉様の気配を感じたのは聖地ラムダの北の方向、私たちの聖火のそばにある山道の先ですわ。さあルービー様、行きましょう。せっかちなお姉様のことですから、早くしないとまた行き違ってしまいますわ。まあ、ラムダにはじゃあ来てるってこと？じゃあなんでさ、長老たちの前にね、姿を出さないんでしょうか？なんか事情があんのかな？なあルービー、ベロニカのやつに会うのも久しぶりだけど、あいつあれからどうしてたのかな？俺は記憶喪失になってて、マルティナは魔物になってたくらいだから。そうね、結構大変やったよね、この二人も。もしかすると大人に戻ってるかもな。神くん、ちょっと楽しみにしてそうやな、これな、ベロニカとの再会を。はい。姫様から話は聞いた。セーニャの姉ベロニカとは赤い三角帽をかぶった魔法使いの少女だ。セーニャの姉と言いつつ、少女というのが少々引っかかるが、戦力になるなら大歓迎だ。とにかく今はベロニカを探すとしよう。まあね、ちょっとね、見た目は幼いんですけれども、紛れもないセーニャのお姉ちゃんですからね。さあ行くぞ。さすがはセーニャじゃ。双子の勘でベロニカの居場所がわかるとはの。さあ、女子を待たせるものではない。持論を持ち出してきました。ローさん、一人で心細い思いをしているだろうから、早よ迎えに行ってあげるんじゃ。ローさんも嬉しそうな顔してたな。セーニャ、自分の故郷がこんな風になってしまってさぞ辛いでしょう。そうですね。でもあの子は弱音も吐かず気丈に振る舞っている。本当に強い子だわ。尊敬します。もうドラクエ11のキャラ全員尊敬するわ、ほんまに。この町もひどいありさまね。セニカちゃんの像が無事だったのがせめてもの救いだわ。セニカちゃんっていうのはあの大賢者の、ね、あのセーニャとベロニカの子孫にあたる、生まれ変わり、セーニャとベロニカがセニカの生まれ変わりって言われてるんですけれども、あ、像は無事だったんですね。あら、今セニカちゃんの像が泣いたように見えたけど、私目が疲れちゃったのかしら。なんかよからぬ予兆なんじゃないですかこれ。怖いわ。ベロニカ無事でしょうか。はい、まあまあ建物自体は割と立派に残ってますね。さすがラムダのこのね、立派な建物っていうか、なんというか、まあね、この辺になんかちょっとね、溶岩みたいな岩が落ちてたりとかして、まあね、無事ではいられなかった人ももしかしたらいるかもしれないですよね。大樹はほんまにすぐそこですからね、ラムダ。はい、てなわけで次回ベロニカに会いに行きたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。